みんなも知ってると思うけれど、東京都がひまそら氏に開示請求された公文書を破棄していた問題があったでしょ。この問題は今現在ネットでものすごく話題になってるし、多くの人が注目している問題なんだよね。でもこんなにも注目が集まっている問題だというのに、なぜかマスコミが黙りを決め込んでるでしょ。なぜマスコミは一切報道しないんだろうね。全くもって意味不明なんだけど。でね、そんな東京都の公文書破棄問題をマスコミが報道しない理由を4コマ漫画で表現した方のツイートが話題みたい。では早速だけれど、そんな東京都の公文書破棄問題をマスコミが報道しない理由を表現した4コマ漫画を見てみてよ。スルメデラロチャ、かつてスルメロックと呼ばれた男。コラボと強いつながりがあるマスコミ。東京都が開示請求された公文書を紛失または破棄していたことが分かりました。我らはマスコミ、これは大きなニュースになりそうだぞ。何に関する公文書がなくなっていたんです？コラボに関する公文書です。シーン。マスコミが東京都の公文書破棄問題についてこうも報道しない姿勢を貫く状況を鑑みると、信憑性は定かではないけれど、本当にコラボと強いつながりがあるマスコミなんじゃないのかとついつい勘ぐっちゃうよね。ネットでもまさにこれ、雲の子散らすように消えた。おいマスゴミ、何か言えよ。ここまで来ると陰謀論か何かを信じたくなるわ。報道しない自由を行使した時点で報道機関ではなくプロパガンダ機関だと自己証明。だからテレビは信用できないんだよ。マジでオールドメディアがうんともすんとも言わないの、メディアの存在意義の終焉を意味するのかもしれないですね。誰に忖度しているのかという点において実に興味深いですね。マスコミ様は何に忖度してるんだか。だからマスコミは嫌いなんだ。コラボの件、最初からこれはこれでほんまに怖い。共産党と強いつながりのあるコラボと強いつながりのあるマスゴミ。コラボ問題はマスコミにも都合が悪いことの証。マスコミがだんまりってことはそういうことだと報道しているのと同じなんだけどね。カンナマ案件同様、ここまで徹底されてると闇の深さに身震いするな。おいマスコミ、報道しない自由を行使して国民の知る権利を侵害するのよ。これも含めてコラボの件が一切地上波で触れないというのがマスゴミのマスゴミたるゆえんだよなとは思う。いつもならよだれ垂らして押しかけるのにどうした。そんなざまだからグルだとバレるんだ。盛りかけであんだけ騒いだってのになんで沈黙なんですかね。普通に考えて慈善団体を装った組織が裏で怪しいことやってたら大スクープなんだけどもな。わらわら、ほら早く取り上げろよクズども。わかりやすいな。そして、いざ逃げ場がなくなったら、アリバイ工作の報道ね。知ってる知ってる。商売が第一なんでしょうな。いろんな意味で。などと、マスコミに対する苦言が山のように上がってるみたい。まあそうだよね。同じ公文書の関わる問題である盛りかけの時は、あれだけバカ騒ぎを決め込んだマスコミが、なぜか今回の東京都の公文書破棄問題に関しては、一貫として報道しない姿勢を貫いてるんだからね。誰でも違和感を覚えるよ。でもみんなの言うようにマスコミがだんまりってことはそういうことだと思われても仕方がないと思う。コラボと強いつながりがあるマスコミ。マスコミは多くの国民からそのような疑念を持たれる前にしっかりと東京都の公文書破棄問題について報道すべきだよ。このまま報道しない自由を決め込むのであれば、多くの国民からコラボと強いつながりがあるマスコミだと思われるだけだと思います。報道のほど、何卒よろしくお願いいたします。